ゆき。佐藤ゆき、佐藤よしのり、1989年12月5日体は、宮城県仙台市出身のプロ野球選手、投手。右投げ左だ。登録名はよしのり。実定は東京ヤクルトスワローズで、同僚、育成選手でもあった北田氏、佐藤敦。木。小学校4年生の時に野球を始める。仙台市立北。 仙台中学校1年生だった2002年には、リトルリーグの仙台東リーグの一員として全国制覇。その後、仙台東は日本代表としてアジア大会を勝ち進み、世界大会に進出。初戦の対ロシア戦に先発したヨシキは、大会10年ぶりとなるノーヒットのオーランを達成し、最終的にチームは決勝でアメリカ代表に1の0で敗れる。 吉木の中学校には野球部があったが、シニアリーグの仙台西部に所属して野球を続け、学校内では陸上部に所属した。2、仙台育英学園高等学校へ入学したが、入学当初の休息は時速 130km に満たず三類種の控えだった。1年の秋に時速 140km を記録し、2年夏の 選手権から投手として3期連続で甲子園に出場。通算では5試合に登板、4試合で2桁、脱三振。2年夏の選手権宮城大会決勝戦では、東北高校に引き分け再試合を含む24イニング374球を投げ優勝した。3年夏の甲子園では、智弁学園との2回戦の4回裏に、時速155キロメートルを計測。 さらに、の日米親善試合で、高校時代の自己最速記録時速 157km を計測する。2007年の NPB 高校生ドラフトでは、中田翔、大阪桐蔭や唐川優希、成田と共に、高校ビッグ3ともいわ、地元球団の楽天のほか、ヤクルト、横浜、中日、巨人の5球団が1巡目で指名し、ヤクルトが、 独占交渉権を獲得した。背番号11に合わせた11月11日に契約金1億円に、出来型分を0円、年俸1、500万円、金額は推定で仮契約、同性同盟で、当主出身の佐藤義則が当時日ハムでコーチを務めていたことから、名前の良しきのみを登録名に使用することも決まった。2番、 高卒の新人投手ながら一軍の春季キャンプに抜擢されたが2月末に左足首2を発症。発症当初に軽傷と診断されたことからオープン戦にも登板したが公式戦の開幕当初は2軍でリハビリに専念していた。4月13日のイースタンリーグ公式戦で実戦に復帰しリーグトップの発症で最多勝ち。8月2日には 地元の宮城県に隣接する山形県の山形座王、高宮ホテルズス,スタジアムで開かれたフレッシュオールスターゲームで同リーグ選抜の一員として登板した。8月30日の対横浜戦、横浜スタジアムで先発投手として一軍公式戦にデビュー。次に先発登板した9月6日の対巨人戦、神宮では6回3失点。 2日安打8奪三振で1軍公式戦初勝利、犠牲フライで初打点。この勝利によって、対巨人戦におけるチームの連敗を8で止めたが、次の対戦、9月14日では6回3、失点で1軍初敗戦投手となる。シーズン通算では、1軍公式戦6試合に、当番、2勝1敗、防御率4.55。2番。 公式戦の開幕から一軍の先発ローテーションの一角を担った。19歳3ヶ月で迎えた4月4日に、阪神との開幕カード第2戦、甲子園で先発し、6回1失点でシーズン初、勝利。4月26日の対横浜戦、横浜では、ストレートで時速157キロメートルを計測。もっとも、右手の指に、血まめができやすく、 前半戦では投球中に、血豆が潰れ戦線を離れることがあり、背の監督推薦選手として初めて選ばれたオールスターでも、選出の直後に、血豆が潰れて、リーグ戦への登板予定を回避した影響で、第2戦に代走として出場するだけにとどまった。シーズン23では1軍公式戦22試合に、登板し5勝10敗、チームの1軍投手陣で唯一2桁敗戦。 にも、前年に続いて、一軍公式戦の開幕カード第二戦、対巨人戦に先発し八回一失点で、シーズン初勝利、以降の先発登板試合で四連敗する。一時は二軍での再調整し、交流戦中に一軍に復帰、七月二十九日の対、広島戦で一軍公式戦での初関東勝利、九回、三失点、8月5日の対中日戦、いずれも、 神宮では初完封勝利。8月26日の対横浜戦、神宮5回表に、スレッジへの5球目で、時速161キロメートルを計測。シーズン通算では規定投球回に到達し、プロ3年目で自身初の2桁勝利、12勝9敗。は、開幕から1軍ローテーションに入り、交流戦中に脇腹を痛め戦線を離脱するが、オールスターには、 セリーグ先発投手部門のファン投票1位で2度目の出場。9月に右肩の針でサイド離脱し、右肩の鍵盤を痛めていることが後に判明した。1軍公式戦通算で15試合に登板し7勝6敗、プロ入り後最高の3冠投勝利、防御率2.86。2は前年の故障の影響で開幕を2軍でスタート。 公式戦開幕直後の4月に、右肩の違和感を訴えると、5月に左すねを、剥離骨折する。プロ入り後初めて1軍公式戦で登板がなく、イースタイ公式戦は1試合、3イニングの登板のみ。2は、春季キャンプ鬼軍でスタート。キャッチボールでも50メートル程度の距離しか、投げられないほど、右肩痛の回復が思わしくないことから。 公式戦開幕直後の4月上旬に右肩のクリーニング術を受けた。前治に6ヶ月を要するほどの重傷だったため、手術後は実戦へ復帰せず、右肩のリハビリに専念した。2は6月14日にイースタンリーグチャレンジマッチのフューチャーズ戦で792日ぶりに実戦登板。1回を無失点に抑えるとともに故障を開けながら最速で、 時速 155km もの急速を記録した。あとに、イースタンリーグ公式戦5試合へ登板。1勝0敗、防御率2.245を記録したが、1軍への復帰には至らなかった。2は、オープン戦の開幕投手として、2月22日の対、日本ハム戦、浦添市民球場に先発。オープン戦としては、自身1069日振りの登板ながら、2回を、 無失点に抑えたほか、ストレートで最速時速 151km を記録した。また、レギュラーシーズンでは、イースタンリーグ公式戦6試合に登板。1勝1敗、防御率3.33という成績を残したが、4年連続で一軍公式戦への登板を果たせなかった。11月12日の契約公開では、陸成選手契約へ移行するとともに、 育成選手に関する NPB の規定に沿って、背番号を121へ変更した。2は育成選手として、イースタンリーグ公式戦9試合に登板。38イニングで36奪三振、防御率3.79という成績を残した。7月5日に支配下登録選手へ復帰するとともに、背番号を11に戻すと、 同月9日の対中日戦に先発投手として登板。一軍公式戦では2011年9月3日の対巨人戦、いずれも神宮以来1771日振りの登板であったが、6回途中6失点という内容で敗戦投手になった。しかし、同月24日の対中日戦、名古屋ドームで5回1、3を2失点に抑えると、 前日の巨人戦以来1786日振りの勝利を挙げた。結局、復帰後は一軍公式戦5試合に登板。2勝3敗、防御率4.56という成績を残した。2は、公式戦の開幕を2軍で迎えたものの、イースタンリーグ公式戦では、開幕から5月上旬までに4試合の先発登板で3勝0敗、防御率1.04と好調。 4月28日の対 DNA 戦では2軍ながら2013年の右肩手術後初めての完封勝利を挙げた。5月5日の対横浜 DNA ベイスターズ戦、横浜で先発投手として1軍公式戦でのシーズン初当板。手術後初めて当板間隔を中6日にまで短縮したが3回1、3を投げただけで3点を失った末に黒星を喫した。 しかし、10日間の2軍調整を挟んで臨んだ5月17日の対巨人戦、東京ドームでは7回を飛案だ2の無失点と高騰。最速で時速 152km のストレートを投じたばかりか、時速 150km 台の球速を10度計測した末に1軍での同カード及び、東京ドームでの1軍公式戦では6年、2011年9月3日。 以来2083日振りの価値を上げた。一軍公式戦全体では、10試合の登板で前年を上回る、成績、3勝5敗、防御率4.31を残したものの、中6日先発のペースを維持するまでには至らなかった。2は、春季キャンプを3年ぶりに一軍でスタート、オープン戦での先発登板でも好調を維持したため、 公式戦の開幕を7年ぶりに1軍で迎えた。4月1日には DNA との開幕カード第3戦、神宮に先発。この試合では4回5被安打4四九三失点の乱調で黒星を喫したものの、4月22日に神宮球場で再び模様された同カードでは、6回、2、3を106球で1安打に抑える口頭で、シーズン初勝利を挙げた。しかし、 6月2日の大楽天戦、楽天生命パーク宮城での投球中に、右肩へ違和感を訴えたため、4回裏まで投げたところで急遽、降板。この投板を境に、実戦から遠ざかったため、1軍公式戦全体では、7試合の投板で1勝2敗。前述の大楽天戦以降は2軍でのリハビリに、専念していたが、右肩の状態が思わしくないことから、球団では、 早期の回復は困難と判断。シーズン最終盤の10月2日に戦力外通告した。ヤクルトは球団内にポストを用意する意向を示したが、吉木が NPB 打球団での現役続行を強く希望したため退団した。その後は11月13日の12球団合同トライアウト、タマホームスタジアム地区への参加を見送る一方で打球団からのオファーに備えて、 リハビリを続けていた。2018年11月15日、楽天が育成契約で合意したことを発表した。登録名はヤクルト時代と同じくヨシキで、背番号は123。2007年の NPB ドラフト会議一巡目でヨシキを指名しながら交渉権を獲得できかった。楽天はこの年まで投手としてヤクルトに在籍していた石井和久 GM の下で、 吉木とと十年越しの契約に至った。仙台育英高校時代からスリークォーターの即球投手として名高く夏の選手権全国大会期間中に放送される熱投甲子園朝日放送テレビテレビ朝日の共同制作による大会ダイジェスト番組在学中に道の区のプリンス系という称号が付けられたこともある。ヤクルトへの入団後も 最速時速 161km のストレートを駆使しているため、基本類打数が少なく脱三振数が多いことが得。2011年頃までの平均球速は約時速 149km であったが、後に右肩を何度も痛めた影響で、2016年以降は時速 140km 台の中盤に収まっている。ストレート以外にもスライダーとフォークボールを投げるが、 スライダーのキレが鋭い一方で、死球や冒頭が多い。相川両人が保守としてヤクルトに在籍していた時期には、相川から球位を認められる、反面、予死球の多い請球の不安定さを危惧されていた。高校時代からそこでその年の交流戦を終えた頃に、打球団のエース球投手の映像もチェックしてみるよう、進めれたことがある。それまで、自分の投球映像を、 ただ確認していただけの良識には、枠井秀明の頭のブレの少なさから目線を崩さない、力感の少ないフォームと力いっぱい速い球を投げようとして、頭や目線が大きく動く自分のフォームとの違いを認識できたのは新鮮な試みであった。また相川にも一緒に見てもらったことで、映像を注意深く観察する大事さを教えられている。投手としては、比較的珍しい右投げ左打ちである。 これは生来、左利きであるが、兄のお下がりのグローブを使っていたため、右投げとなったものである。左でも、遠投60メートルを投げることができる。兄の下だし、久乗りは、東北高校野球部 OB、弟の利きは、仙台育英高校公式野球部の OB で、高校時代には、吉木と同じく、甲子園球場の全国大会へ出場。年からは、 都府クラブ、東北福祉大学公式野球部の OB を中心に結成された日本野球連盟所属のクラブチームで揃ってプレーを続けている。下田氏は東北高校時代に控え保守としてダルビッシュ優の玉を受けていた。吉木はヤクルトで右肩手術を受けた後の2015年シーズン終了後に当時テキサスレンジャーズへ在籍していたダルッシュの 自主トレーニングに初めて参加。2016年シーズンからはダルビッシュの調整法を取り入れている。キキは2012年からヨシキと同じヤクルトへ所属していたが、育成選手のまま2014年に球団から戦力外通告。2015年から2年間は BC リーグ福島ホープスのレギュラー外野手となる。一方、NPB への復帰を目指して12球団。 合同トライアウトへの参加を続けていた。2016年限りで福島を退団し、2017年2月に NPB への復帰を断念することを宣言したが、下田氏の紹介で翌3月からドフクラブに所属している。ジップの人氏は有限会社宮城観光タクシーの代表取締役である。同社のタクシーの車体には、 ヤクルト入団後の吉木の背番号と登録名に、ちなんで、十一吉典というロゴが描かれている。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、地元及び実家が被災したものの、吉木の家族は全員無事だった。しかし、仙台育英高校時代にバッテリーを組んでいた一年先輩の斉藤泉が、居住地の宮城県石巻市で、 行方不明になった。4月27日には、斉藤の遺体が同市内で発見。生前に、吉木の家族とも交流があったことから、発見の直後には、吉木のジップ、ひとが弔問の折に、吉木のサインやヤクルトのユニフォームを冷前へ備えた。結城自身も、同月27日の対巨人戦、草薙球場に先発で勝利すると、救援当番の臨床遊から譲り受けた。 ウィニングボールを斎藤の遺族へ直々に届けることを表明した。ドラフト会議でヤクルトに指名された後の記者会見では、家族に対する感謝を述べた際に、家族が目に入ったことから号泣し、入団が決まった後の激励会でも泣いたことから、泣き虫王子、号泣、号泣、王子と呼ばれる。ヤクルトへの入団1年目の2008年には、 一軍公式戦での通算投球回数を29回、2、3にとどめることで、2年目以降に新人王を受賞できる権利を残した。同年10月8日の対横浜戦では、関東勝利ペースだったが、当時の一軍投手コーチ荒木大輔は、関東した場合に通算投球回が30回を超えることを承知していて、吉木に関東と新人王どっちがいいと尋ねたところ、 ヨシキは、新人王ですと即答し、8回1失点で、降板する。もっとも、2009年には、新人王選考の記者投票で3位の6票に、とどまる。ヤクルト時代の2009年からは、森永聖火との間で、ウィダースサポート選手としての契約を締結。漫画、ストライプブルーに、主人公の2位、ヤクルトの抑え投手と親しいという設定で、実名で登場。また、 2012年5月23日にリリースされた NHK 東日本大震災復興応援ソング花は咲く花は咲くプロジェクトにボーカルとして参加している桃色クローバー Z のファンである支配下選手契約から育成選手契約への移行に際しては支配下登録選手時代の背番号11の事情にあたる数字121 育成選手としての背番号に採用した。ヤクルト球団では、吉木が支配下登録選手へ復帰することを視野に、当面の間背番号11を空き番号として扱う方針を立てていた。そのため、2016年の復帰を機に背番号を11に戻している。2018年の戦力外通告でも、吉木が現役引退を決意した場合に備えて、 引退セレモニーの開催や球団職員としての再契約を打診するなど、良識をチームの功労者として扱う姿勢を示していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。